ヤマ山鳥ゼンマイオスマンダストラムシンネマミアムバリエーションフォーンスはゼンマイ科のシダ植物湿地に生える大柄なシダ植物である長らくゼンマイと同族とされてきたが現在は別族とされ本種のみで一族一種の扱いとなっている比較的大型で火力性の多年性双本根茎は短くではあるが横に生い、多数の葉を互いに接するように出す また根茎は太くてその径が5から8センチメートルにも達する。若芽には赤葛色の綿毛があって全体が包まれているが成長するとそれらのほとんどが失われる。歯には明確な荷型がある。栄養用は一回鵜上服用だが右辺は鵜上に深く裂ける。外形としては卵上皮身型で黄緑色。 用身の長さは30から 80cm、幅は15から 25cm。先端は次第に狭くなり、先端は突き出して尖って終わる。右辺には柄はなく、長さ5から 20cm、幅1.5から 3cm、先端は尖り、列辺は主軸までの長さの2、3程度まで切れ込むが、それ以外は滑らかで、列辺の先端はマリー。 また、右辺の円には毛が残り、そこに黒い毛が混じっている。側脈は二股分子している。胞子葉は栄養用より背が低く、やはり一回右上だが右辺は主軸近くまで深く裂けている。また右辺がすべて主軸に沿うように伸びる。右辺の長さは2から4センチメートル幅は1 5センチメートルほど、列辺の幅は2から4ミリメートルで、 全面は胞子脳が被っている。胞子が散布された後の胞子葉は、赤褐色をしている。胞子葉は栄養用より先に伸び出し、胞子が散布された後もしばらくは残るが、夏までには枯れてしまう。胞子には葉緑体があり、寿命は短い。成分としてエクジソンが検出されており、他にケンペロールなど3種のフラボノイドとジテルペンが報告されている。 和名は、山鳥マ米の意味で、山鳥の住むようなところに生えるからとも言われる。ただし、薪の原著は、不活ただしの説として直立する、赤葛色の宝使用を、山鳥の尾に見立てたのではないか、との説を紹介している。別名に、山鳥氏だがある。学名の種称名は日記に似た、のいで、編集名は、中国福建省の、を意味する。 新宮州浮島の森の本州日本では、北海道、本州、四国、九州、薬島に見られ、国外では、朝鮮、中国、台湾、インドシナ半島、インド、それに南北アメリカ大陸に分布がある。特に寒冷地のものとして知られ、例えば、和歌山県の新宮市にある浮島の森には、本州が生育しているが、これは非常に温暖な地域の、 しかも低標高の地に出現したことが、とても珍しいことであるとして、この地位が、学術的に重要視される理由の一つとなっている。山地の出現に生えるもので、往々に群生して見られる。寒冷地の出現でよく目立ち、ピンと立った姿が目を引くが、日陰に生えた場合には、より平らに広がった姿になることもある。河川域にも出ることがあり、北方地域では、尾根筋に出ることもある。 従来は、マイ族のものとされ、鬼ゼンマイオスマンダクレイティニアナに、葉の形が似ていることから互いに禁煙なものと判断されていた。ゼンマイ等とは、形態的に違いがあるから、この2種を別属オスマンダストラムとされたこともあり、同族とする場合も例えば、岩月編は、この2種を、山鳥マイ屋族、サブジェン、オスマンダストラムとしており、 この二種が禁煙であるとの判断は変わらなかった。しかし、今世紀に入ってからの系統の解析の進歩の中、本種は全米族に含まれないことが判明し、単独で別族とすることとなった。他方で本種に禁煙と考えられてきた鬼全米は全米族に含まれることが判明し、この二種の形態的な相似性は他人の空にであることが明らかになった。本種はこの族で、 唯一の種となっている。種内の変異もあり、基本変種は北、アメリカ産で、日本産を含むアジアのものとは異なり、放射用の右辺に黒い綿毛が混じらない。ただし、種以下の分類については他にも問題はあり、中国には大型になるものがあって、これをバリエーション、エイジアティカと言い,い、それに相当するものは日本にもあるという。 なお、蒸気のように鬼ゼンマイとの類似性は長く認められてきたことであり、両者はとてもよく似ている。違いは、はっきりしており、本種では、胞子用と栄養用とが別に出る、二なり性を示すのに対して、鬼ゼンマイでは一枚の葉の先端側と、基部側の右辺が栄養用の形を取り、中間部分の右辺が胞子用の形になる、いわゆる部分的に形である点である。他方、 栄養用の部分ではとてもよく似ており、薪の図鑑のこの種の記述では、その約半分が栄養用における本種との区別に費やされている。新葉を食用とし、またネオランなどの栽培に用いる。この点では全米に同じである。環境省のレッドデータブックには取り上げられていないが、都府県別では、埼玉県、東京都、神奈川県、それから関西、四国、九州に、 指定のある、府県がある。北方系の種であるから、南原域での指定、ということであろう。ここには、湿地の植物なので環境悪化や、繊維の進行などによる影響が大きい。以下、主として、岩月編、P73 牧の原長 P1265 牧の原長 P1264 エビハラ、P306 三田 P73 エビハラ、 P306 シングル社編。P33 から34池畑。P33 三つ田 P73 以下。エビハラ。P306 エビハラ。P306 岩月編。P72 牧野原町、P1265 エビハラ。P306 山鳥千枚。日本のレッドデータ検索システム。野生生物調査協会。インビジアン環境保全事務所。 2020年2月27日閲覧。ありがとうございます。